まずアカペラって何ということで、知ってることも多いかもしれないんですけれども、楽器を持ちずに声だけで作る音楽のことを言います。有名なので言うと、ハモネプとかのテレビで放送されてたと思うんですけれど、私たちのサークルから去年度の夏にダスクというグループが、出場してありました。はい、SCS ってどんなサークルということで、基本情報をお伝えしようと思います。総勢約200名のアカペラサークルで、男女比は大体2対3、早稲田大学公認のインカレサークルです。入会した年を1年目として、4年間サークルに在籍することができます。はい、続いて、SCS ってどんなサークルかを、4つに分けて説明していこうと思います。長い歴史を持つサークルということで、日本のアカペラサークルの始まりで、1984年に創立されまして、今年で38年目を迎える、歴史のあるサークルになっております。 OB にゴスペラーズをはじめとしたプロアカペラが多数所属しております。幅広いジャンルを歌うことができるサークルということで、邦楽だけでなく洋楽のバンドもかなり多いのが印象的でしたかね。はい、ジャズやボサノバ、民族音楽に至るまで様々なジャンルを歌うバンドが存在しています。幅広いジャンルの音楽を知れるのも、私たちのサークルの良さかなというふうに思っております。練習環境が恵まれたサークルということで、座席ありの室内練習場所があります。音響設備や防音室を完備しておりまして、いくら利用してもタダなので、たくさん利用していただいて、うまくなっていただければなというふうに思います。はい、本気になって打ち込めるサークルということで、 SCS はアカペラが大好きで真剣に取り組む人が多いサークルです。ライブ作りもほぼほぼサークル員のみで行っておりまして、全員で一丸となって作り上げています。何か目標を持って本気で打ち込みたい人におすすめです。活動内容についてです。基本的にはバンド単位での活動が中心となっています。週に1回3時間程度、2弦分練習するバンドが多いと思います。自分の性格リズムに合わせてサークル活動を調節することができます。サークルイベントも充実しておりまして、バンド以外の人と歌うチャンスもあります。例えばサークルライブの全体曲の練習会であったり、イベント限定の企画バンドなどがあります。はい、年間スケジュールはだいたいこんな感じです。ちょっと変なところもあるんですけれども、これは例年のスケジュールになっておりまして、今年度のスケジュールはまだ未確定なんですけれども、こんな感じで把握していただければなというふうに思います。はい、この中で少しずつ抜粋して説明していこうと思います。サークルライブについてです。最大年4回行っておりますサークル主催のライブです。ライブ会場を借りて開催しておりまして、 SCS の演奏を聴いてもらう大事な機会となっております。出演するには3から5倍のオーディションを突破する必要があります。合宿についてです。例年8月に3泊4日で新潟で行っております。スタジオを完備した宿で歌い続け、花火やバーベキュー、プールなどレジャーも満載で、サークル員全員で楽しめるイベントとなっております。まだ今年度はできるかわからないのですが、できたらいいなというふうに思っております。はい、早稲田祭についてです。早稲田祭は11月初頭に行われる早稲田の文化祭で、 SCS では例年2日間ともストリートライブを開催しております。去年度は、下の写真のように、教室を借りて配信という形で行いました。 OB、OG やサークル外の人に SCS の演奏を聴いてもらえる、貴重な機会となっております。はい、そしてクレシンについてです。クレシンは京都大学アカペラサークルクレイジークレフと年に2回交流をする企画でして、例年9月に東京、2月に京都で開催しているんですけれども、ここ2年はオンラインで交流しております。こちらは京都に友達ができるチャンスなので、入会していただいたらぜひぜひ参加してほしいなというふうに思います。はい、入会についてです。入会は5月5日木曜日より可能となっております。4月には対面でアカペラをする機会がたくさんありますので、入会前にぜひぜひお越しください。ご清聴ありがとうございました。SCS がどんなサークルなのかお分かりいただけましたでしょうか。わからないことがありましたら気軽に質問してください。はい、SNS アカウントこちらに載っております。もしよかったら、早稲田 SCS で調べていただいて、いろんな SNS の、内容とか見ていただければなというふうに思います。ありがとうございました。